映像、音楽、それぞれの力を融合させた全く新しい映画プロジェクトに豪華監督が大集結。全く別の世界があるなっていうのは感じましたね。観客の想像力を生かす、映画が人をつなぐってこともあると思うし、映画っていいよねって思ってもらえると、歌詞の内容から物語考えるっていう長編では逆にできないものだなと思います。生きなきゃダメとか死んじゃいかんとか、あの1ミリも思ってたはずねえんだけど。ねえ、siento que la única forma de hacer mi sueño realidad es estando junto a ti。 会いたいの、一言謝りたいの。あの時俺がどこ見てたか分かんないか。絶対行くから待ってて。その瞬間僕は泣きたくなった。